今回はダイナミックマイクに必須なこれ、インラインプリアンプ、製品名は DM1 ダイナマイトを紹介したいと思います。まあこれアンプなんで、要するにマイクの音量を大きくするためのものですね。ダイナミックマイクって周囲の音を拾わなくて使いやすいんですけど、やっぱりね、感度が小さくて音がちっちゃいんで、これこういうのね、ずっと必要だなと思ってたんで、ちょっと買いました。まずはちょっと開封してみようかなと思います。で、このダイナマイトなんですけど、このままね、段ボールにぶっ刺さってました。結構ダイナミックでしたね。ちょっと開けていきたいと思います。で、これなんですけど、まあ、両端がね XLR になってて、まあ、マイクとオーディオインターフェースの間に入ってくるやつなんですよね。で、そうすることでプラス28デシベルになるらしいんですよね。で、コンパクトなんで結構場所を取らないっていうのが、まあ特徴かなっていう感じです。で、両側に XLR ケーブルを挿してもいいんですけど、まあね、そのままマイクにぶっ刺すっていうこともできます。まあ、その辺がね、他の、まあ、似たようなこういう製品あるんですけど、まあこれが、このダイナマイトっていうのは、まあ、コンパクトでマイクにそのままぶっ刺すことができるっていうのが特徴かなって感じです。はい、まずなんかサポートの紙ですね。で、フィルムを剥がすとこんな感じですね。ダイナマイトって書いてます。ここにね、導火線みたいな紐がついてますね。もうダイナマイトの名前の通り、見てください、これダイナマイト。こういうユーモアいらん。で、これケースになってるんで、まあパカッと外れます。で、本体はまたさらにちっちゃいですね。すごいちっちゃいです。こんな感じ。あ、中に乾燥剤かな、これ入ってますね。はい、こんな感じです。で、こっち側が XLR のオス側ですね。で、こっちがメス側になってるんで、ケーブルとかマイクとにそのまま挿すことができるっていう感じですね。で、こう色は赤なんですけど、思ってたより結構シックな赤っていう印象ですね。そんなに安っぽい質感もないし、結構しっとりしてて、まあまあかっこいいですね。というわけで、ちょっとマイクにつなげていこうかなと思います。そんな感じで、これが僕が普段使ってるロードポットマイクですね。で、ここに XLR の端子があるんで、それに挿すっていう、ただそれだけです。ガチャン、はい、完成。あんまり色的には合わないですね。で、こっち側にガシャンとはめ込めば OK です。これがちょっと長くなっちゃうんで、ちょっと微妙な感じですね。はい、そんな感じで取り付けてみました。見た目はこんな感じですね。ダサい。これはね、あ、色がね赤いんでね、しかも赤い棒がこう飛び出してる感じになっちゃってるんで、ちょっとバランス悪いですよね、どうしても。ちなみに手話の SM7B とかだと結構ね、このダイナマイトの相性が良くて、見た目もすっきりしていいんですけど、もうちょっとこのポットマイクとは相性があんまり良くないかなっていう感じです。で、ゲインの方なんですけど、やっぱりね、音量が大きくなってます。今ね、こっちのこのマイクで撮ってるんですけど、オーディオインターフェースのゲイン、今まではもうマックスにしてたんですけど、今は4分の3ぐらいみたいな感じになってます。ちょっとね、ゲインの調整合わせ直さないといけないんですけど、まあでもね、音量自体大きくなってるんで良かったかなと思います。まあ、僕自身ね、テレワークとかリモート会議とかでこのマイク使ってたんですけど、ゲインをね最大にしててもちょっと音が小さいかなって言われることがあったんで、まあ、これでね、音量マシマシにできるかなと思います。で、ちなみにこの
ダイナマイトなんですけど、電源が必要になります。ファンタム電源が必要なんですね。まあ、正確にはファンタム電源で使う 48V を供給してやるとアンプとして音量が大きくなるっていう感じです。で、僕のオーディオインターフェースの場合、ボタンポチって押すだけでファンタム電源 48V がオンオフされるんですよね。で、これがね、結構ね、間違って押しちゃったりする時があるんです。コンデンサーマイクの場合はいいんですけど、間違ってオフにしちゃうと、まあ、音が拾えなくなるっていうだけなんですけど、最悪コンデンサーマイクに 48V 流すと壊れてしまう可能性もあるんですよね。で、僕何回か押しちゃったんですけど、まあ直ちに壊れるっていうことはないんですけど、結構怖いんですよね。こいつを使うと、まあ、こいつが 48V 使ってくれるんで、ね、こっちのマイクの方には電気が流れないんで、 48V 流れないんで大丈夫っていう、その安全装置的なね、ものにもなってくれるんで、ちょっとだけ安心っていうのもあります。で、みたいね、これね、オーディオインターフェース側につけてもいいかもしれないですけど、それはそれでね、やっぱダサいんですよね。なかなかね、このケーブルもオーディオインターフェースも黒で統一してるんで、これな見た目さえどうにかなってくれればまあいいかなっていう感じですね。そういう感じで、これオーディオインターフェースじゃなくて、ダイナマイト、紹介しました。まあね、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクの話は、別の動画でもしてるんで、ぜひね、そっちの方も見て、なんでこれが必要なのかっていうのをなんとなくそっちのね、動画でわかると思うんで、ぜひそっちの方も見てみてください。で、あとはね、参考になったよって方は高評価、ぜひコメントもお願いします。で、気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。では、それでは。